皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回もまたですね、クリスマスシーズンに向けてクリスマスソングを弾いてみたいなということで弾いてみましたということで弾いてみました。今回もまた楽譜がありますので、ダウンロードしてプリントアウトなりしていただいて、ぜひコピーをしていただけたらなと、そんな感じです。で、まあ、この動画内でちょっとザザザザッと解説をしてみようかなと思うんですけれども、とりあえずこの曲自体結構難易度が高いので、じっくり取り掛かってね、苦手なところを一つ一つ潰していただけたらな、と思います。僕は今回アコギで弾いてますけれども、エレキでも全然 OK です。そして僕は今回サムピックを使ってますけれども、サムピック使ってなくても全然大丈夫です。なんでサムピック使ってるか、ちょっと一番最後にお話をしてみたいなと思いますが、アコギじゃなくてエレキでもいいし、サムピックを使わなくてもいいし、で、まあ、手元に楽譜を用意して、ぜひチャレンジをしてみてください。はい。そういうわけで、早速いってみましょう。一番最初のバーチョここはもう楽譜通りですね。運指にさえ気をつけていれば、頑張って覚えればなんとか弾ける範囲かなと思います。もし余裕がある方は、僕がやってたみたいにそのリズムを変えたりとかしてやってみると、ちょっとうまいっぽくて面白いかなと思いますよ。うまいっぽくて面白いという語感ですね。うまいっぽいです。なんてやると、ちょっとこうごちゃごちゃごちゃっとしてね、面白いかなと思いますので、余裕がある方はそんなリズムを変えたりとかしてみてください。余裕がない方は楽譜通り、もう8分音符でシンプルに弾いていただけるといいかなと思います。間違えた。こんなんですね。で、その後、なんていう感じでシンプルにメロディを弾くパートが出てきます。ここはコードの音をですね、うっすら出すだけでいいです。メロディーの音をすごいたくさん、メロディーの音をしっかり強調して、メロディーを弾いたらコードをうっすら弾きます。こんな感じで。コードの音をしっかり弾いてしまうとメロディーが埋もれてしまうので、メロディーはしっかり、コードはふわっと弾くと。一応楽譜ではやっぱ数字で表さなきゃいけないので、0とか2とかいろいろ細かい数字書いてありますけれども、別にこの通りじゃなくてもいいですし、むしろうっすらとそんなに意識せずにふわふわっと弾いていただけるとまとまりやすいかなと思います。で、そこからまたメインテーマに戻りますね。この時の最大のポイントはオルタネートベースです。親指がこうあっち行ったりこっち行ったりするんですよね。こう一応決まってる、どういうふうに動くかは決まってるんですけども、こんな動きをオルタネートベースって呼んでます。A コードの場合だったら5464、5464、5464みたいな感じで、あっち行ったりこっち行ったりするんですよ。で、このオルタネートベースがですね、めちゃくちゃ難しいんです。なので、慣れない方は1本だけで OK です。A コードだったらもう5弦だけずっと連打して、こんな感じで。その次の D だったらまた同じく5弦を連打。でしょうか。そうするとだいぶ弾きやすくなるかなと、グッド難易度は下がると思いますので、そんな簡単アレンジをしてやってみてください。はい。オルタネートで弾くとこんな感じ。単音で1本だけ狙って弾くと、
どっちにしても多分難しいと思うんですけれども、1本だけならばなんとか頑張ればいける範囲だと思います。頑張って練習してみてください。で、その後のパート、オクターブ上でメロディを弾きます。こんな感じ。オルタネートベースじゃなくてね、右手の親指がずっとこう1本だけのベースに切り替わるので、ここはだいぶ優しいかなと思います。しっかりと親指を5弦に当てるように、動きを安定させて、メロディーをこっち側の指で弾く。こんな感じです。で、その後に出てくるこの動きがすごく難しいです。ちょっと僕はアレンジしてこんな動きを入れてるんですけれども、もし難しかったら、楽譜の右側に書いてある。間違えた。の方を弾いてごまかしてください。難易度高いです、これは。チャレンジ精神が豊富な方はこちらでトライをしてみてください。うまくいかない方はこっちの簡単バージョンで弾いてみてください。そんな感じです。親指で6弦を弾いて、ハンマリングして2本弾くと。もうこれの繰り返しです。開放ハンマリング2本、開放ハンマリング2本。こうなんです。で、その後にこの E7 で薬指をトリルしてテンポアップします。こんな感じですかね。この時もできれば右手の親指をオルタネートベースで弾きたいんですけれども、なんてやりたいところなんですが、これだとまたすっごくメロディー難しくなってしまうので、うまくいかない方は1本だけで OK です。失敗。こんな感じで、とりあえず親指が変なところに行っちゃっても、メロディーがしっかり弾けていれば、そんな変な響きはしないので、むしろメロディーをしっかり出すように意識をしてください。この音。例えば、メロディーをしっかり弾いて、親指適当に弾いてみますね。結構まとまった音に聞こえると思います。あ、失敗。こんな感じで、今、親指かなり適当に弾いたんですけれども、メロディーがしっかりしていると、それっぽく聞こえませんか。こんな感じで、まずメロディーをしっかり意識して、しっかり音を出すことに集中してみてください。で、余裕が出てきたら、親指の方も気を使って、さらに余裕が出てきたら、オルタネートベースで弾くというふうにやっていくといいかなと思います。で、最後のオーラスのところですね。こんなコードが出てくるところ。楽譜では、こんな感じでかなりシンプルな形になっているんですけども、ここはもう思うがままにリズムを変えちゃって OK です。なんでストロークしちゃってもいいですし、気分に応じてどんどんアレンジを加えちゃってください。とりあえずこの3つのコードが入っていれば、まとまるはずです。あとはもうお好きに練習をしてみてください。で、最後にまたコードが出てきて、なんていうフレーズですね。これもコードを最後、コードのフォームさえ覚えられれば、そんな難しくはないと思いますので、頑張って楽譜とにらめっこして覚えると、そんな感じです。簡単に説明してみましたが、そんな感じです。まあ、楽譜あるじゃないですか。これ、基本形だと思ってください。僕もそんな楽譜通りに弾いているわけではないですし、結構ところどころ違うフォームであったりとか、あとなんかリズム変えたりとかして遊んだりとかしている感じなので、あれが基本形だと割り切ってください。
なので逆に言えば、これちょっと難しいなと思ったら、皆さんご自身でちょっとこのパートっていうか、音を変えて弾きやすくしちゃったりとかしても全然ありですし、逆に余裕だったら少しこの辺リズム変えて遊んでみようみたいな感じでアレンジを加えちゃっても大丈夫ですし、あれはもう基本形という捉え方で、ぜひよろしくお願いします。そんな感じでしょうか。はい。で、サムピック持ってたらぜひサムピック使ってみてください。親指でこのベース音を弾くときにちょっとブリッジミュート気味に弾くとかなり音色が変わるので、普通の親指だとやっぱこんな感じのソフトタッチになっちゃいますけども、かなり立ち上がりが良くなりますよね。例えばフレーズもサムピックつけずに弾くとちょっと音がぼやけます。こんな感じで音色になんか違いが出るじゃないですか。こっちの3本の指と親指の音色の差、これが、出せるようになるのが大きな特徴かなと思います。別に弾きやすいとか弾きづらいとかそういうわけではなく、音色で使っているような感じですね。興味がある方は100円ちょっとで楽器屋さんで売ってますので買ってみてください。慣れないとすごいやりづらいと思うんですけれども、そんな感じです。で、あともう一つ、ウォーキングベースについて、ウォーキングじゃないや、オルタネートベースについてなんですけれども、これ興味がある方はチェット・アトキンスさんとかコピーしてみてください。チェットさんとかすっごいもうオルタネートベースよく使う人なんですよ。サンピックつけてオルタネートベース、こんな感じで親指があっちこっちあっちこっちですごい難しそうじゃないですか。これをチェット・アトキンスさんの曲をコピーしていけば自然とマスターできるかなと思います。興味がありましたらぜひやってみてください。そんな感じです。あ、ごめんなさい、あともう一つ。これ、今回のこのアレンジ、若干タックアンドレスさんのアイディアを拝借してます。最初の。これとかもろにそうなんですけれども。興味がありましたら、タックアンドレスさんのですね、クリスマスソングがすごいたくさん入ったアルバムがあるんですよ。そちらも聴いてみるとまた面白いかなと思います。そんな感じです。長々と喋ってしまいましたが、そんな感じです。はい。あとは、頑張って練習をしてみてください。一応これをアップするのが2011年の11月中旬になると思うんですけれども、クリスマスまであと1ヶ月以上ありますからね。頑張って今から練習して、クリスマスまでには弾けるようになってやるぜっていうふうに、やってみてください。別に披露する機会はないかもしれないですけれども、こういうネタを持っておくと、ちょっと強いので、何か弾いてよと言われたときに、よし、こいやみたいな感じで、ネタとしてすごく使えるので、ぜひレパートリーの一つとして持っていただけるといいかなと思います。はい。それでは、ちょっと気が早いですけれども、メリークリスマス？ハッピークリスマス？ナイスクリスマス、グッドクリスマス、よくわかんないですけども、いいクリスマスを過ごしちゃってくださいということです。Yes! 私からメリークリスマス。私からメリークリスマスってどういうことなんですかね。